偉人町の皆さん、こんにちは。投票日を明日に控え、久米壮太が最後のお願いに上がっております。民事党公認候補、久米壮太。長年ブリーチジャパン横浜支部長としてグレーゾーンを糾弾してまいりました。青臭い理想論者だと笑われ、くじけそうになったこともありました。それでも今、あの青木都知事が最も信頼できる人物としているのが、この久米壮太でございます。ここ神奈川2区だけではありません。久米壮太には青木都知事をはじめ、全国各地にブリーチジャパンの仲間たちが共に立ち上がってくれています。民事党は本気です。もういかがわしいグレーゾーンは許さない。日本全国一つもたりとも残さない。久米壮太が青木亮と共に起こす新しい波は、この日本を生まれ変わらせます。皆さんの清き一票を勇気に変えて、ブリーチジャパン、日本をきれいにしましょう。さあ皆さん、いいですか、思い出してください。2年前、どうせこの町は本気で浄化などされるわけがないと多くの人々がそう考えていらっしゃいました。この新神室署だってどうせお飾りになってしまうだろうとみんなが思っていました。しかし今はどうでしょう。東城会という昔ながらの暴力団はもう一人として残っていません。神室町は徹底的に正義を成し遂げた町として生まれ変わったじゃありませんか。それは日本中どこででもやれるはずなんです。ブリーチジャパンを合言葉に、民事党は青木幹事長の下で生まれ変わろうとしているんです。この後、知事には車の上に出られて3分間応援演説をしていただきます。それから新宿を出てまた移動になりますが、知事には…ん？どうしたの？すみません、知事ではなく幹事長とお呼びした方がよろしいですよね。そうか、呼び方を気にさせてしまったか。じゃあまあ、これまで通り知事にしとこう。短くて呼びやすいしね。気遣いさせてしまってごめんよ。そんな、とんでもありません。テレビの中継は？もちろん多数来ています。昼からずっと知事の応援演説を待ち構えておいでで。そうか。なんだか夢みたいだよ。え？今までの私は妖怪じみた他の先生方に囲まれながら、自分が権力を手に入れることに必死だった。そのためにはまあ多少ずるいこともした。まさか知事に限ってそんな。いや本当だよ知事。本当さ。まあほんの少し、ほんの少しだけなんだけどね。でも私には目標があったんだ。理想の正義をお題目で語ることしかできなかった連中と違って、実際に成し遂げる人間になるという目標が、そして今の私には、それだけの力が
終わりになる。それは正しいことです。え？先生、みんなそうです。全くズルをしていない人間なんて多分世界のどこにもいません。理想があって、そしてそれを実現する以上、場合によっては多少の犠牲だって必要になる。それは歴史も証明していることです。ああ、君、すみません、私出しゃばったことを。いいんだ、ありがとう。頑張るよ。さ、そろそろ演説の時間だ。はい。知事が目指す正義のお話を国民にしてあげてください。ああ、そうしよう。それでは、お待たせしました。ご紹介します。青木先生はご存知のように現職の都知事ですが、荻窪先生の後任として民事党の幹事長にもなられています。全国を飛び回ってご多忙の中、決戦を明日に控えてここ神室町へ応援に駆けつけてくださいました。皆さん、ただいまご紹介に預かりました青木亮です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様からの熱いご支援の声、深く感謝申し上げます。神室町の皆さん、突然失礼いたします。神奈川2区で立候補しております、春日一番と申します。巷じゃ偉人町で行方不明だの爆死しただの言われておりますが、こうして青木先生ご挨拶に参上いたしました。大丈夫だ。あんたは沢城の頭におやっさんを殺すよう指示を出した。おとぼけはなしですよ。頭本人からそう聞いたんです。で、実はその指示をしている声を録音したデータがミレニアムタワーの荒川組事務所にあると頭から聞きました。明日、俺らは投票が終わるまでにそいつをいただきに参上します。そしてネットに流して札にもマスコミにも渡す。あんた破滅することになりますね。
わかる。本当にそんなものがあるならわざわざ俺に予告する必要はない。何のハッタリだ。そう思うなら、それでも結構ですよ。おやすさんは最後まで若のことをずっと気にかけてました。沢城の頭も同じです。でもそれがあだになり、お前は大きな思い違いをするようになった。てめえだけは何やっても許される存在だってな。でもそりゃ大きな間違いだ。やはり選挙というものは魔物です。何が起きるかは分かりませんね。春日候補からの素晴らしい宣戦布告でした。正々堂々とはちょっと言いにくいところではありますが。よお、ニック、俺のテレビ映りどうだったい？バッチリかましてきてやったぜ。ネットでも大盛り上がりだよ。一番ただね、あいにく君に好意的な声は少ないんだよ。だろうよ、若と並んでる時は俺いつだって悪役なんでね。そんなの気にならねえよ。ずいぶんご機嫌ね。なあ、青木亮の反応は上々だったからな。計画通りだ。オーケーオーケー。こっちはさっき場所を変えたよ。君らもカムロ町にアジトが必要だろ。チャンピオン街のスナックアテンシって店だ。そこのママとはちょっといい仲なんだよね。アテンシか。分かった。じゃあ俺らもそっちに向かう。おい、来たわよ、ニック。あんたのお友達でしょ。はーい、一番。おう、いろいろとありがとな。そんなに青木と握手したかったの？それが一番の計画？別に握手がしたかったわけじゃねえ。でもあれで計画の第一段階は無事に完了だ。若は俺の話にしっかり食いついてた。青木は食いついたとして、その計画どうなるかな。計画って何よ、教えてよ。青木が沢城に荒川真澄を殺すように指示を出したっていう録音データがミレニアムタワーの荒川組事務所にあるってことを伝えることさ。何それ、そんなデータがあるの？ねえよ。はい、ブラフ、ハッタリさ。でも耳にした以上放っておくことはできねえはずだ。おやっさんを殺せって指示した音声データなんてのが出てきたら、政治家生命どころか全てが終わる。若は頭の部屋を徹底的に家探ししなきゃならねえ立場になった。敵は沢城の部屋どころか荒川組の事務所中の全てをひっくり返して探すでしょうね。おまけに俺らは明日の投票が終わるまでにその音声データを頂きに参上すると若に伝えた。つまり青木はそうなる前に何としてもデータを探し出す必要がある。とてつもない大人数が必要になる。荒川組が入ってるミレニアムタワーには近江連合の連中が大量に送られるはずだ。で、どうなるの？今夜一晩中探したって証拠の音声データは当然出てこない。でも出てこないじゃ済ませねえ。そうなった時は間違いなくあの野郎も出張ってくるはずだ。天道ね。ああ、おやっさんを殺したあの天道がな。おまけにあいつは私たちを爆弾で吹き飛ばそうとしたもんね。足立さんが異変に気づかなかったら全員危なかったよね。春日、ここはやべえ。ね、全員ここ出るんだ。
確かに天道にはけじめを取らせなきゃなんねえってことだ。でも青木のことはどうするんだ。青木亮の前にまずは天道からだ。奴には山ほど借りを返さなきゃなんねえ。本当に計画通りに現れるかな。今のあいつは東京近江連合のトップだ。データを探し出すために陣頭指揮を取る立場だろう。明日ミレニアムタワーに必ず現れるさ。まあ計画としては筋は通ってる。春日の考えに乗るしかないようだな。まさか春日君がそんな策略めいたこと考えるなんてな。なんだか寂しいじゃんよ。本当にね。ただし青木や天道はおとなしく明日を待ってくれるわけがない。まず優たちを消しにかかってくるだろうね。この先優たちにとってカムロ町は完全なるアウェイ。一歩外に出れば遊び相手にはこと欠かない状況ってことだよ。そいつはいいね。長いことじっと隠れてるだけだった。ちょうどウォーミングアップしてえと思ってたとこだぜ。ほんで、要するに荒川組の事務所を家探しせとは、そうおっしゃるんで。そうだ。はあ、でもそれそちらさんの尻拭いのためですわな。そうだ天道、いちいち命令を細かく説明しないとお前には伝わらないのか。すんまへんな。わしゃ沢城ほどまだあんたに懐いとらんもんで。せやけどやっぱり生きとったんですな春日は。まあ頼まれた通り家探しもします。でも春日の玉もきっちり取らせてくださいや。それで構いまへんな。おやおや、もうデータが残って証拠になるような命令は一切口にせんというわけでっか。堅実でんな。一つだけお前に言っておく。へい。もし俺が困ったことになれば、寄せ集めの東京近江連合は一瞬で後ろ盾をなくす。お前がやっと手にした王様の椅子もガラスのように砕け散る。だが俺は違う。お前の代わりくらいいくらでも見つけられるんだ。お前と俺は対等じゃないんだよ天道。ふん。わきまえてますわ。東京の近江連合はまだ旗揚げしたばかり。力を示していかな信頼はしてもらえまへんわな。まずお前の役目は俺を守ることだ。そしてそれはお前自身のためでもある。そこを土台にして次にやるべきことは何かてめえの頭で考えろ。その順序を常に忘れずにいる限り俺もお前のことを必要としてやる。望むところですわ。でも青木先生。なんだ。いずれあんたがわしらなしではおられんようにしてみせますわ。ちょっと見ぬうちに老けたな。
お互い様ですよ、足立さん。お久しぶりです。この人は俺の数少ない信頼できる刑事仲間、伊達誠だ。お前が春日一番か。噂通りだな。昔のあいつと同じような目をしてやがる。あいつ？俺の大切なダチのことさ。んなことよりお前ら狙われてるんだろ。ここなら安全だ。今日はもう遅いし休んでいけ。いいんですか？他ならぬ足立先輩の頼みだ。それに詳しくは知らねえが、明日は大事な戦いがあるんだろ。遠慮なく使え。ありがとうございます。じゃあな。サンキュー、まこっちゃん。すまねえな、巻き込んじまって。なに、こういう役回りには慣れてるんで。頑張れよ、春日一番。よし。おはよう一番。テレビで見たけど、もう投票始まってるよ。神奈川2区、もしかしてあんたにも票が入ってんのかな。まあ面白半分に入れるやつもいるだろう。違いねえ。なあ一番な、俺らはいつでも構わねえぞ。神室町のミレニアムタワーが口開けて待ってる。あとはお前が一歩そこに足を踏み入れりゃ、そいつが青木亮と近江連合への宣戦布告ってわけだ。そうだな、入っちまったら後には引けねえ。やり残しがないようにね、一番。神奈川一区、天野圭一、当選確実。久米翔太、当選確実。ニックだよ、一番。いよいよ乗り込むんだね、ミレニアムタワー。ん？なんだよ、見えてんのか俺らのこと。そう言っても差し支えないかな。部下からユウたちのムービーが送られてきてるんだよ。はぁ、それで？2時間前に天道もタワーに入ってったそうだ。間違いなく彼はいるよ、一番の予想通り。マジか。よし、ありがとうよ。ただしここは魔王の城だよ、一番。そして天道は最上階だ。ユウたちの計画がうまくいくことを陰ながら祈ってる。オーケー、サンキュー、ニック。盛大なお出迎えだぜ。みんな用意はいいな。行くぞ。死にたい。おっと、階段発見だ。階段、まさかここから最上階まで登るの？まあそうなるかもしれないな。足がきついよ。
他に方法がないんだ。仕方ねえだろ。張り切って登っていこうぜ。ういーす。探し物は見つかったかい、天道。荒川真澄殺害を命じる青木亮の声。そないなもん、会ったところで何の証拠にもならんで。それでもあの人にとっちゃ会っちゃならねえもんだい。だからあんたまで借り出されたんだろ。ご苦労なこった。そういうことかいな。どうやら分かったみてえだな。花からなかったんやな、そのデータは。沢城の頭は若を相手にそんな真似はしない人だ。てめえにも若にもそんな気持ちは理解できねえことだろうがな。せやったら踊れらの狙いは。そうかい、このわしっちゅうことかいの。このわしをここへ引きずり出したかったっちゅうわけ。蒼天堀じゃ本気であんたを味方だと見誤っちまった。あの荒川のおやっさんでさえな。人を騙しとるもんは自分も騙されてるとは思わんもんや。けど荒川真澄がまがいもんやったおかげでわしにももういっぺんてっぺん取るチャンスが回ってきたんや。ボクシングじゃかなわんかったてっぺん取るチャンスがな。感謝しとるんやで、天道。てめえ、せやさかい、あの日胸に穴開けたあの人が息を引き取るまでわしゃその目をじーっと覗き込んで見届けてやったんや。荒川がこの世の最後に見てたのはこのわしのとびっきりキュートな笑顔や。それはわしからの感謝の気持ちのプレゼントやったんやで。ふざけんな、クソ野郎。クソか。せやったらソープ生まれのどん底育ちの我は何や。春日一番、まあそれがここまで来られただけでもええ根性しとる。褒めといたるわ。せやけどこれでしまいにせ。最後にてっぺん飛んのはこのわしやで。踊れの成り上がり話はここまでや。こいつを。